今回は、ですね、3年生の項目になりますけども、まあ、その辺は皆さん、この辺は学年関係なく流れでやった方がいいと思いますので、46ページご覧になってください。標本調査ですね。で、この辺は、ですね、感覚的に、これこそ本当にこう、常識に考えて、まあ、そうかなって、まあ、判断できるようなことが多いので、まあ、ちょっと46ページ読んでみて、ご覧になってくださいね。標本調査、ある集団が持つ特徴なり傾向を調べる2つの調査方法についてのお話になります。よろしいでしょうかね。で、そこには、丸1、丸2とあるように、全数調査ね、全数、全数調査、全部だ、失礼いたしました。全数ですね。全数調査っていうかね、調査っていうのと、これはそんなに難しくないですからね。標本調査ですね。標本調査っていう2つだね。で、全数調査っていうのは、とにかく全て調べる。例えばこのグレーの部分、国勢調査、健康診断、入学試験、入場券。これって全員一人チェックしないと、やっぱりこれは問題があるでしょ。入学試験なんか特に入場券もそうだろうしね。そういう意味で、全ての人とかを全てチェックしなきゃいけない。チェックしないと、いけないと。ね。もうそういうものはもう全数調査。ただ、丸二の方のグレーの一部分取り出してね、集団の全体の特徴を調べるっていうのを標本調査ですね。いくつかたくさんなんかちょっと選んで、どんな人いるんだろう、どういう傾向を持ってるのかなっていう、その全体を調べるには、一部分取って、その一部分から全体を、判断しようと。で、それには例えばテレビの視聴率ね、不良品の割合、世論調査、身体検査。身体検査と健康診断は違うから、身体検査って言えば身長はとか体重はってやつですからね。そういうのって例えば、そうですね、まあ後で問題入れてみて、一人一人こう調べなくても、身長なんかも、例えば中学校1年生の身長なんかも、まあ、いくつかのサンプルを取って平均取れば、大体これ全国的に中学校1年生はこのぐらいの身長かなっていうのは分かるじゃないですか。だからそういう感じで、そのもうこの辺は常識って言ったら失礼、言い方おかしいかもしれないですけども、普通に考えれば、あ、これは全部調べなきゃいけないな、これは一部分調べてから、その中から傾向というかを、読み取っても問題ないなっていう、その辺のね、判断の仕方は、まあ多分もう中学生以上の方には大体わかると思うんですね。で、その中でいくつか言葉だけこう覚えておきましょう。で、ですね、その丸2の方の後半の方ね、そこで調査対象全体から一部分のサンプルを取り出してってありますよね。で、その調査する全体ですね、それを母集団って言います。例えば、まあ、いいや、今話したね、中学校1年生でしょ、1年生で、ある種の中学校1年生が例えば5000人ぐらいいた、5000人ぐらいいたと。で、その中からサンプルを例えば100人だけ選んで、ちょっと調べてみよう、身長の平均をね。と、このことを、これを母集団と言います。母集団、ね、これ母集団で、その中からサンプル取る、このサンプルを取る、いくつか取る、これを標本と言います。ね、これ標本と言います。標本と言います。よろしいでしょうかね。言葉だけ覚えてください。よろしいでしょうかね。で、標本で、ここでね、次に問題なのが、じゃ、この標本、サンプルをどのように取り出すかと。例えば、中1年生って当然男児いますよね。男児いるじゃないですか。じゃ、その中で男子だけ500人。男子だけ500人取って、サンプル調べるってしょうがないですよね。それ男女ありますからね。で、まあ、男子だけ、女子だけっていうならいいんですけど、例えば中学校1年生の男女関係、なんか平均、まあ、それを取って意味があることが分かんないですけども、まあ、テストの点数の方がいいかな、それだったら。ごめんなさい。でも、テストの点数にしましょう。中1の学力テストがあった時に、その平均点を調べたいどのぐらいかと。その時に男子だけ取ってはもうダメでしょ、テストね、テストね。テストの点数の割合をこう、
分布を調べたいと、また平均を調べたいっていう時に、これ男子だけ500人集めたって中1のとかの代表のこう代表的な性、特徴を表してるわけじゃないですよね。やっぱり男女取らなきゃいけないでしょ。そうするとどうやって男女を取るかと選び出すかっていうところがそのここなんですね。標本表をどのように取り出すか、標本抽出なんですね。でそこでそれを無作為にね、無作為にどうやって選ぶか、ね、男子女子をこの5000人から500の500人男女を無作為にどうやって選ぶかっていうところが一つの問題になるわけなんですね。でまあそれはいろいろあるんですけども、まあそれはちょっと問題を通してちょっとお話していきます。こういうふうに無作為にこう選んでいく。でまず言葉としてはまずその全体のことを募集、その中から一部分サンプルとしてね、特徴いくつかサンプルとしてこう取る、このサンプルのことを標本と言いますね。でここからこの募集団からこの標本選ぶ、これを標本の抽出ですね。でその時に大事なことは無作為にですね。無作為、ここがポイントですね。無作為、無作為、無作為に選ぶですね。よろしいでしょうかね。まあ無作為ね、こう本当に難しいところですよね。ということでそれでですね、でまあ無作為にし、あちょっとこの下にちょっと書いてある一応ね、無作為に抽出する方法っていうことで、これ問題通さないとなかなかピンとこないと思うんですけども、まあ5000人だとね、なかなか番号ついたカードを作りよく混ぜて人に選ぶ、乱数表、サイコロ、まあいろいろあるんですけども、これやっぱり問題を通じてやった方がいいと思いますので、ですね、問い19、問い20ちょっとご覧になってみてください。よろしいでしょうかね。問い19言ってみますか。次の調査には全数調査と標本調査のどちらが適しているかを判断し、記号で答えてみましょうね。であるお弁当屋さんで1日上とお弁当の数ね、あ一応全部言いました。今2万ヘクタールの草原にある植物の調査ね、3番がある会社入社試験における面接、 A が工場で作るアイスの不良品の数、 O が日本の中学校3年生の体重。そうするとまあこれ、あ1日のお弁当の数、売れたお弁当の数、これやっぱりまず可能ですよね。レジでこう打ち込んでますからデータ残ってますし、1日に売れるお弁当の数はこれはカウントできるじゃないですか。でまたそうしないと話にならないですよね、これね。だからあはもう絶対にこれ全数調査、これも常識的に考えて大丈夫なんですね。全数調査、まあ全数にしておきますね、こっち標本にしておきます。だからもうあは全数全部調べなきゃいけないですよね。次、2万ヘクタールの草原における植物調査、あこれね、これはもうよくこんなからこういうふうにね、こうやるんですよ、植物だったり。私ね、生命科学とか一応植物やらされた時に茅野の野外実習とか言ってこうやらされるんですよね。こうやってさ、こう糸で張ってさ、この例えば2メーター、もうちょっと長さちょっと単位覚えてないですよ。でこう枠の中にどういう植物がいるかっていうのをいくつかでこうサンプル取るんですよね。そしてそこからなんとなく傾向を取っていくと、で全体を見るっていうことをやるんですね。でまあ2万ヘクタールになったらとりあえず全部調べるの無理ですからね。だからそういう感じでこういうのはもう標本調査ですよね。だから意味がありますよね。で、ある会社入社試験、もう入社試験ではこれはもうね、全員チェックしないと話にならないじゃないですか。っていうことはこれは無理になりますよね。なんかこんなのが問題なのと思われるかもしれないですけど、やっぱりこれもしっかりと大事なことなので。で次、工場で作るアイスの不良品の数ね、これはもうこれ全数調査なんかすると商品にならないじゃないですか。昔なんだったかな、おそばつくんだったから、なんかね、なんかその中でアイス好きの人がアイスの会社作って全員社長が かじるっていう漫画がありましたね。必ずアイスが全部こうなってるアイスです、そういう漫画ありましたね。全部食べてるっていう、ね、チェックしてるっていうのがありましたけども、アイスの不良品はこれはもうサンプル取るしかないですよね。商品にならなくなっちゃいますからね。これ標本調査でしょ。で日本の中学3年生の体重、これだってだからこれやっぱりいくつかのサンプルを取らないとこれは全員調べるわけにいかないですからね。だからこれも標本調査になる。だからそういう感じで
まあ、常識的にこの辺は考えてよろしいのかと、あまりそういう言葉で説明を終わらせていいのかどうか分からないですけど、まあ、この辺はもう中学生以上の方だったら何となくイメージできると思うんですね。で、問題は問い20です。ある中学校3年生400人の学力テストの成績を調べるため、大きさ40の標本を抽出することで、無作為とですね、400人全部の成績調べるんじゃなくて、まあ、そこからどのような例えば平均点を調べたいとかさ、そんな感じだと思うんですけども、成績を調べるため大きさ40の標本を抽出すると、ね、募集団400なんですね。募集団ですね。これ募集団です。募集団ですね。募集団400からこっから40人で無作為に取らなきゃいけない。無作為ね、ここなんですよ問題は。どうやって取るか。でこっち標本ですよね。で、適する適さない判断式記号で答えていきましょう。まず男子から40人選ぶ。もうこれは問題外ですよね。だって男子だけの成績見たって女子の成績分かんないですからね。だからこういう偏っているのは絶対ダメなので、まあ、これは常識的です。本当常識的っていう言葉を使っているのが、まあ、別として、まあもう丸一個、あまりにも偏ったような抽出方法っていうのは絶対良くないんだ。だから1、丸1は適してないと、ね、だからこれは適さない方にしてくださいね。2、これ悩みません。男女から適当にテスト1週間前に休んだ40人を選ぶわけで、なんか別に良さそうな気が しないでもないですけど、これは、まあ、通常良くないですね。昔なんか試験1週間前になって休む子いるんですよね。試験勉強するっていうんで、本当にそういうやつが実際いるんで、だからこういうのを本当に病気で休んだ子もいるかもしれないんですけども、意外と試験前に休む人って昔いたんで、今の時代は分かんないんですけど、昔いたんですよね。我々の時代の時もいましたし、だからってね、どうなると思うんですけど、やっぱりそういうやついるんですね。あ、やつだ、そういう方もいらっしゃるんですね。だから1週間前に休むっていうのは本当に病気かどうか分からずに、本当試験前だっていうんで休む人本当にいるんですよ。だそうなった時にこれはちょっとやっぱり信用できないだろう。だからこれはやっぱり罰になるんですね。本当に無作為じゃなきゃいけないわけ。本当に偶然じゃないとね。だから偶然とは言えないし、40人全員がさ1週間前に休んだ人がね。だから言えない。3番、1から400もデタラメな番号をつけ10の倍する番号だけ選ぶ。これ絶対いいと思いません？400人の中に 1から100までカードバーって人に配って、じゃあ10の倍数だけ選ぶったら、これ本当、これこそ男女はどれが当たるか分かんないですし、全くこれこそ無作為ですよね。だからそういう意味でこれは丸適してますね。4番、運動部に所属して40人。運動部、まあ、学校によってもね、運動部ですごい成績の子ばっかり集まってるって人もいるし、運動部でちょっと成績が落ちるっていうのもよくいますし、だから4っていうのはやっぱこれだから運動部っていう偏ってるんでしょ。だからそういう偏りがあまりにもはっきりしてもらうとダメなのね。だからこれは絶対無理でしょ。で、次5番、身長の低い順に成績を並べ10人おきに40人選ぶ。身長の低い順、まあ、成績を並べっていうか身長低い順に並べていくわけね。成績並べていって12置き、まあ、これこそ身長っていうのは本当これまちまちで、本当偶然性でしょ。人それぞれ好きで小さいわけじゃないし、また大きいわけでもないですからね。だからこういうのっていうのはまあ本当に作為は不可能なので、だこれはいいだろうという感じで考えていけばよろしいですね。だから適するのは3番と5番で、1、2、4が適さないですね。適するが3と5ね。こういう感じでこの無作為っていうところをどこまで本当に厳密にできるかっていうところが難しいんでね、そういうところなんですね。よろしいでしょうか。じゃあ次問21いきましょう。問21も大丈夫ですね。もう後ろ話は問21、ダメか、ごめんなさい。ちょっと一応46ページ最後ね、標本調査の一連のところをご覧になってください。中学3年生、100人の身長に対してデタラメに1から100番まで番号をつける。
そして3の倍数、5の倍数、8の倍数、素数などの番号から無作為に10個選び、各平均を求め、その標本平均の平均を5集団の平均とする。これですね。ですね。ちょっと、そうか。問い20とちょっと重なっちゃいましたけど、ごめんなさい。話しとけばよかったな。46ページの一番最後、標本調査の一例なんですけどね。そうか、ここまでやんなきゃ問い20説明してもよくなかった。説明して、その終わった後に問い20の説明でしたね。ごめんなさい。ちょっと46ページご覧になってください。一番最後ですね。中学校3年生100人の身長に対し、だから3年生の平均の身長の平均を求めたいんでしょうね。その時どうするかって、デタラメに1番から100番まで番号を渡して、今度は3の倍数、ね、3の倍数だと、大体 30ぐらいのサンプル取れるじゃないですか。5の倍数だとまあ20ぐらい取れるでしょ。8の倍数でも10以上取れますよね。で、素数などの番号を無作為にとにかく10個ずつ選ぶわけですね。そうするとそれが標本なんじゃないですか。3の倍数、3の倍数のカードを持った人 と5の倍数ですね。5の倍数で8の倍数でしょ。で、それから素数の番号を持った人、これこそ本当に無作為だと思いません？どうしようもないですよね。だからそういう意味で、こうなんか一応10個ずつ取ってね、10個ずつ取って、この10個の各平均を取るんですよ。平均を取るんですね。アベレージで平均取るんですね。で、その平均の、これ平、平均、平均アベレージでまたこう書きますけど、これのさ、それぞれのこう平均こう取るじゃない、こうやってね。取るでしょ、こうやってね。で、今度この平均の、これ全体のまたこう平均を取れば、ね。サンプルの平均の、またその平均を取れば、それが全体の平均と見ていいだろうというのが、標本調査。だから一番最初、ちなみに母集団が取り出す標本個数のを、これ標本の大きさって言うんですね。この10個取ったやつね。標本の大きさ。10個ずつ取ります。10個ずつ取ります。これ標本の大きさって言いますね。そして、その標本の平均のまた平均を取る。そして全体の平均としてそれを考えてみましょうっていうのが標本調査のまあよくあるパターンですね。で、それで問い20をもう一回後でご覧になっていただければきっと分かっていただけると思います。よろしいでしょうかね。言葉ですね、標本だとかさ、標本なんだっけ、募集団だとかさ、そういう言葉ですね、標本抽出とかさ、ね、その辺の言葉がちゃんとピンときていただければ、もうこの辺、あとは常識的に考えていただければ。じゃあ、問20ですね。そうすると、ある種の有権者75,491人から3000人を選ぶ政党支持率の調査をしたいと。これについて、次の各問について答えてみましょうですね。この調査の募集団は何ですか？だから元になる一番塊ですよね。だからこれは当然、ある種の有権者ですよね。有権者、選挙権持ってるんですよね。で、ある種の有権者が、募集団で、募集団の大きさはってことはその数字ですよね。そうとか括弧には75,491人、これが募集団の大きさになる。で、そこからいくつか取るわけじゃない、サンプルを取るわけですよね。で、それが標本の大きさはって言われたら3000人ですよね。そこから3000人を取る。3000人。標本の大きさは3000人なんだっていうことですね。うん。で、これで本当試験出ますからね。じゃあ最後、問20に行きましょう。本文が674ページの数学入門辞典における見出し語の数を調べたいと。何か良い方法を考えてみましょうってですね。そうですね。で、で、これどうするか、まあこれは何が正しいかって正解かっていうのはなくて、いろんなパターンがあります。で、ただまあ一番今までの流れで言うと、例えばさ、674ページでしょ、例えばさ10の倍数の10ページ目と、例えば10ページ目10の倍数のページね、だから10ページと、こうしようか、
P10、20、30、40、50 でこれ全部、でまあ取っていくわけよ。でそれぞれ項目何個あるか、だいたい岩波のだと何だろう、1、2、3、4、5、6、7、8、まあ10項目くらいかな、まあ約10項目くらい、もうちょっとまあ10項目くらい、10ページ目は10項目だ、20ページ目が7項目だ、ね、で30ページは何項目だったってあるじゃないですか。 でそれぞれを大体これでこう、まあこれでね、まずこれで一つのグループとして、これで平均求めて、だからこれで1、これ1、2、全部やるでしょ。そちょうど、5ページ分の平均を取るわけ、5ページ分のね、5ページ分の平均を取るわけですよ。また今度はページ数が60ページ、70ページ、80ページ、90ページ、100ページ。この5ページ分の項目の平均を取る。で、平均を取る。そうやっていくと、これ、674だから5ページ分ずつやっていくと、こういうのが、この2倍だから12個、だもうちょっと600ページで12個ぐらい取れるでしょ。そういう感じでまたそのこの平それぞれの平均のまた全体の平均を取るわけ、ね、でそれを674倍してあげればだいたい全体の項目が分かるだろう、ね、10ページ20ページ30ページ40ページ50ページそれぞれの項目の個数を数えて、でこの5ページに関しての平均を取る、また60、70、80、90、100ページの各項目の見出し項、項目数を調べてこの塊の平均を取る、でそういうのを全部こうやっていくわけね、こうやって、でこういうのを12個ぐらい取ってそれ全体の平均を取る、全体のね、そうすると1ページにおける大体項目の平項目数の平均が出ますから、それを674倍するだけすれば大体このぐらいの項目が入ってるのではないかってことは分かるだろうと、ね、まあこういう感じで、やってみるとよろしいんじゃないでしょうかね。じゃあまずここまで一応お話終わりにしたいと思います。